次に高橋千鶴子君。はい、委員長。高橋君。はい、日本共産党の高橋千鶴子です。今日は年金問題の集中審議ということで、午前から の委員と一部ダブるところがあるかもしれませんが、整理の上質問させていただきたい、このように思います。日本年金機構が年金受給者の扶養親族等申告書に記載されたデータ入力業務を委託していた業者が、その一部を中国の業者に再委託していたということが発表されたのは今月20日でした。で、この問題について大臣は1月10日にその事実を報告されて、大臣の方から実態をきちんと把握をして中国まで足を運んで調査するように指示したということが答弁、委員会の答弁の中でされております。ただすでに委員会で何度も指摘されたように、この業者に対して2月5日まで4回約18万件のデータをその後も委託をしていたわけで、大臣は実態を把握し一定の説明ができる状態になって公表するべきだと考えたというのは分かるんですけれども、結局その間も同じ業者に委託が続いていたことを承知していたのかと。でもし承知していたらまた二次被害のようなことに、ね、なるんではないか、あるいは情報の流出になるんではないかということを当然恐れるべきだし、そのままでよかったのかということが疑問になるわけです。そこをお答えください。加藤厚生労働大臣。今委員ご指摘のように、委託業者が契約に違反して中国の関連事業者に再委託ということで1月10日に、まず第一歩みたいな形でありました。で、私の方から、まさに今この委員会でもご議論はありますけれども、まさに個人情報でありますから、それが漏洩したら大変なことになると、しっかりと現地にも足を運んでですね、そういうことがどうなっているのかしっかり確認をして報告をするようにという指示をして、1月の終わりから2月にかけて行ったところでございます。で、2つあってですね、その公表のタイミングどこでというのは先ほどからもご議論がありました。で、戻ってきたちょうど私にあったその報告と、そして同時にこの入力漏れ、入力ミスみたいなものがこう出てきた。で、一連の同じ会社であり同じ契約だということなんで、まずこれ全体的にですね、きちんと対応し、そしてそのきちんと対応したその全体が整ったところで公表すべきというふうに考えたところでございます。それから今委員ご指摘の引き続き正規格に入力業務の委託という話がございました。これは私自身もそこまで全部こう頭回ってなかったということもありますし、また正直で誰のせいということではありませんが、そういった業務が続いているからどうしましょうかというそうした報告も残念ながらなかったということでございますので、私は正直言ってそういったことが行われているということに正直言って頭が回らなかったということでございます。高橋千鶴子君。はい、この点は率直にお答えいただいたのかなと思って、その時点では知らなかったという、その後も報告を受けてからその後も続いていたことを知らなかったということでよろしいということですね。それでは続きますけれども、再委託について私は何度も年金個人情報の流出問題を取り上げ、これは禁止すべきだと求めてきました。で、今回の契約は再委託は禁止されているのにっていうふうな報道がされておりますし、委員会でも何度も質疑はされている。だけど厳密に言うと再委託は条件付きで限定的に認めています。で、年金機構と正規格との契約書の第16条に主体的部分を除く一部を第三者に委託する場合の事前承認を得ることとして、再委託をどういうときに認めるのかというのを明記しているわけですが、その主体的部分を除く一部とは何を指すのかお答えください。水島日本年金機構理事長。この業務委託におきましては、委託先がやむを得ない事情により業務の主体的部分を除く一部を第三者に委託することは禁止をしておりませんが、その場合には事前に機構の承認を受けなければならないといたしております。この主体的部分を除く一部ということでございますが、これも契約書を明らかにしてございますが、委託用の中で納品の際の搬送作業に限ることを明示をいたしております。はい、高橋千鶴子君。はい、ありがとうございます。委託要領要項の第3の委託条件の中に、
その今おっしゃったことがありまして、本業務において主体的部分を除く一部とは搬送作業に限るということでございました。で、私正直ですね、あ、そうなんだと思ってね、つまり搬送っていうことも採択というふうに呼ぶんだなということで、逆に言うとそれ以外は全て主体的部分であり採択はダメだという意味だと思うんですね。そうするとですね、このいただいているその契約書や要項の中にあるわけですけれども、どこどこの搬送業者でどんな要するに資格があるのかということも書類で承認申請をしなければならないわけなんですね。そうすると他の入力業務の委託会社と違って正規格は最初からそれすらも出してない、それすらも出してないということは搬送も含めて全部自分でやるということになってるわけですよね。ということはつまり採択することを隠してたではなくて、そういうどこの会社も当たり前にやってることすら届けていない、でその時点でもう疑わなきゃいけなかったんじゃないでしょうかと。水島理事長。今回の事案ではまず調達手続きを進める前に業務概要を提供して業者から履行の可否および所要見込み額の情報提供を依頼し、履行可能な業者が複数あることを確認した上で使用書を作成したものでございます。この対応できると言ってまいりました事業者3社ございました。ご指摘のとおりこの中のその標準使用書では個人情報が等が認識できる業務については採択は認めておりません。当社の搬送等について、現状不審と認識をいたしておりませんが、その点について、届け出がなかったことは事実でございます。高橋千鶴子君。ですからもうそういうところ、その時点でもう委託してしまう前にですね、気づくはずなんじゃないですかと言っています。水島理事長。その点についてもどのような経緯で確認をしていなかったかということについては今後調査をしてみたいというふうに思います。高橋静子君。では調査をしてみたいという答弁でありましたので、後日ご報告をいただきたいと思います。で、次にですね、今の山野委員の質問にも関連すると思うんですけれども、中国の会社への再委託は親族の名前のみであるということ、それと振り仮名ですけれども、マイナンバーが渡っていないのかということは大変みんなが心配しているところなんですね。で、そのことをもう一度確認をしたいと思います。水島理事長。この氏名振り仮名のみであるということに関しましては、当機構が委託をいたしました日本 IBM の報告書によりまして、再委託事業者が取り扱った情報は受託事業者側が暗号化して送信した氏名と振り仮名のみであった、氏名と振り仮名以外の情報は再委託先事業者に渡されていなかったと結論付けられております。この結論に至りました経緯でございますが、これに関しまして私どもの職員も同行をいたしておりますので、その経緯についてご説明を申し上げたいというふうに思います。正規格は契約に反しましてベリファイを行わないまま OCR で読み取った後に人の目で内容をチェックするというそのような業務を行っていたことが判明をしております。その上で、正規格に確認をいたしましたところ、氏名の入力については OCR の読み取り精度が低いことから、これを補完するため採択を実施したということであります。そのため入力作業に必要となる申告書の漢字氏名および仮名氏名部分をトリミングと言っておりますが、切り取った画像を再委託事業者に提供していたということでございます。これに関しまして、
まず正規格側の状況でございますが、IBM と同行して監査をいたしました1月10日と12日の特別監査でございますが、正規格内のファイルサーバーに保存されておりましたデータのコピーによりまして、正規格から採択先事業者へ提供されたデータは、トリミング後の幹事指名及び金指名のみがクラウドサーバーへアップロードされるということを確認をいたしました。また申告書の氏名部分のトリミングにかかる一連の作業はシステム化をされておりまして、そのことは作成手順のヒアリング及び実際の作業の実演により確認をいたしております。また1月31日から2月2日まで、大連でございますが採択先の実地監査を行っております。採択先事業者のファイルサーバーの画像データはすでに削除をされておりましたが、正規格の委託業務を行うための入力作業用の画面の提供を受け、幹事氏名および金氏名のみの画像により入力を行っていたということを確認をいたしております。さらに、採択先事業者より正規格に納品されました入力データをリスト化した紙媒体について確認をいたしましたが、その内容も幹事氏名及び金氏名のみの入力データであることを確認をいたしております。正規格が採択を行いました目的、これらの確認結果を総合的に考えていますと、幹事氏名及び金氏名のみのデータ入力を再委託をしており、もちろんマイナンバーは委託されていないと、その他情報については採択事業者には提供されていないとというふうに言えると思います。なお今後この IBM の監査に関しまして、第三者のによる検証も現在検討中でございます。高橋静子君。だいぶ時間を食ってしまったのであのあれなんですけれども、ちょっと一点だけ確認しますけれども、その IBM のね、委託のIBM に対しての正規格の採択事業者に対する調査 の, あのこの調査内容っていうか、年金機構からの調査内容っていうのは、この採択先の事業者において情報セキュリティ管理体制や個人情報の取り扱い状況等が適切であったかどうかについて調査を実施したと書いてるわけなんですね。私これだけだとね、その今おっしゃったようなことを頼んだことになるのかなって正直わからないで、流出報道はね、その流出はなかったとか氏名と金だけになってたと言うんだけれども、実際には要するにいわゆるその年金機構が委託をするとき の個人情報保護のあり方、それと同じルールやってますかというようなことをチェックしてたというのがこうずっと読み取れて、本当にそれが今おっしゃったようなことを確認できていたのかなというのはちょっと疑問に思ったから確認をさせていただきました。そういう趣旨であるということでよろしいんでしょうか。理事長、そういう理解でよろしいんでしょうか。藤島理事長。この目的は個人情報の流出がないかどうかと、ないということを確認するための調査でございます。高橋静子君。だとすればやはりこの調査の内容、依頼内容を見てそれは読み取れません。そして先ほど山野委員が指摘をしたように根拠だけが結論だけがあって、そこに至るプロセスが分かりません。で今第三者への委託をするということがお話がありましたので、これ引き続きねちょっと重大な問題ですのでチェックをしていきたいと思います。また流出っていうのは一度してしまえばね取り返しのつかない問題なので、本当にそこはね慎重にお願いしたいと思います。それで年金が減った方たちが大変失敗をしておりますし、また自分には扶養親族がいないから
送らなかったという方たちもいます。そういう方たちに対しての丁寧な対応をお願いしたいというんですが、今日一点確認したいのは、マイナンバーと税制改正のために、まあ、はがきから封書に変更になったことがきっかけと聞いておりますが、マイナンバーは本人が聞きたく書きたくない場合、それでも受理していただけると思いますけれど、確認したい、これ一言でお願いします。高橋、年金管理審議官。所得税法上、控除対象となる配偶者や扶養親族がいらっしゃる場合、対象者の氏名および個人番号、マイナンバーを記入するというふうに法令上になってございます。しかしながら、マイナンバー自体は源泉徴収税額そのものを計算するための情報ではございませんので、マイナンバーの記入がない場合でありましても、扶養親族等申告書が提出されたものとして、源泉徴収額税額の計算を行うこととしてございます。このことは、日本年金機構のホームページにも掲載している Q&A でございますとか、コールセンターでの問い合わせでも回答でご説明してございます。高橋静子君。はい、これは確認をさせていただきました。まあ、ホームページの Q&A までわざわざ見る人はなかなかいないと思いますのでね、本当に丁寧な対応をしていただきたいということを重ねています。それで同時にね、昨日からフリーダイヤルが始まっているわけですけれども、まあ、これまでも相談電話がつながらないという苦情が大変多いんですね。で、応対する電話がどのくらい用意しているのか、また応対業務をどこが請け負っているのか、お願いします。水島理事長。コールセンターは現在、フリーダイヤルで、この案件については対応いたしておりますが、公表が20日でございましたが、公表後翌日初日の21日は休日でございまして、職員により100席で対応いたしました。そのために、25% 程度の応答率で、ご迷惑をおかけしたというふうに考えております。その後、平日は最大600席で配置対応いたしていまして、現在応答率は 90% を超えた状況でございまして、ほぼ、対応ができているというふうに考えております。コールセンターは現在機構のコールセンター全体で最大1000席の有しております。それでも年間でございますと大体600万件平均でございますが、本年は本年度と申しますかは、それを倍の1300万件程度のコールをいただいておりまして、そういう意味で大変ご迷惑をおかけしていることがあるというふうに思っております。現在このような状況を踏まえまして、応答率を向上させる方法について、再生プロジェクトの一環として、例えばより目的別の専用ダイヤルを設置をしていくという等々の検討を進めているところでございます。よりサービスの向上に向けて、努力をしてまいりたいというふうに考えています。現在、業務を委託をいたしておりますが、富士ソフトサービスビューロー株式会社、株式会社 KDDI エボルバの2社でございます。高橋静子君。はい、予想していた業者でございました。かなり、ね、コールセンターも増やしていくというお話でしたけれども、まあ、そのことが、ね、また次 の, 消えた年金とかいろんなトラブルにつながるわけですから、この点も、ね、非常に重視をしていきたいなと思っているんです。それで20日のですね、年金機構の報告では入力漏れが判明した約1万7000人と入力誤りが判明した約528万人については年金機構の職員が、まあ、処理している、まあ、入力してないのは入力したりチェックをしたりというこうやっていうふうなことが報告されまして、先ほどこれ二度手間じゃないかという指摘があったわけです。ところが年金機構は2013年の10月に会計検査院から次のような指摘をされています。外部委託した被保険者の名前や住所の入力業務のうち約350万件をすべて年金機構の職員が処理していたと。それを時間に換算すると2万2000時間、すごいなと思ったんですが、職員1日8時間労働とみなせば2750日分の仕事になると。
検査院はそれは外部委託していればその分削減できたと指摘をしています。で、共同通信の配信ですが、23事務センターで外部委託した入力業務は約515万件ですから、先ほど正規格の、ね、委託したデータは730万件ですから、ことの重大性が分かるわけですけれど、その515万件の半分以上が実は機構の職員で処理できていると。で、その理由について機構側は委託業者の習熟度に不安を感じたので職員が処理したと。ですから2013年のその時点で委託業者の習熟度に不安を感じてたと。外部委託を進める進めると言うけれども、それは本当に大丈夫かなっていうのを職員自身が感じてた。で、そうするとですね、この指摘を受けて年金機構は契約更新に合わせて外部委託する業務を拡大するというふうに回答しています。でも今にして思えばそれ時間もったいないよねっていう話ではなくて、職員自身がやれるんじゃないかと。もっとね、しかもそれやれる理由はもう委託することの方が不安だと、二度手間になる、ミスがまた起こる、だったら無理して外部委託する必要はないんですと、そういうことなんじゃないかと思う。本当に学ぶべきことは、今やマイナンバーの利用や求められる個人情報保護の水準が高まってきています。外部委託推進という閣議決定である基本計画そのものを見直すときではありませんか。加藤厚生労働大臣。今回は委託業者の入力漏れ、入力誤り、あるいは契約に認められていない、海外への事業者への採択と、こういったことでありますが、しかし基本的においては機構における今委員もご指摘ありましたが、業務委託あるいは業務そのもの、これについてどうだったかということが課題なんだろうというふうに思います。今回のような事態を二度と招かないように、機構における外部委託を含め事務処理のあり方をしっかり見直さなければならないということ、また私からも3月20日にですね、こうした事態に二度生じないよう措置をすることなどの指示を行ったところでございまして、先ほどから答弁させていただいてますように、機構において4月早々にも外務の専門家による調査組織を設置する方向で、現在検討中であるというふうに承知をしているところでございます。今お話があった点も含めてですね、他方でもちろん限られた人数ですから、特に専門性の高い機構の職員の方がどういう業務に対応していただく方がいいのか、そういった点も含めてですね、この機会にしっかりと議論をしていかなければいけないというふうに思います。高橋静子君。その専門性の高い機構の職員の方が本当に減らされてきてるんですよ。で、今どうなっているのか。年金機構の発足時の職員数は26,047人、うち正職員は18,080人で4割に過ぎないんですね。正職員は2233名減り、年金記録に対応するため特定業務職員やアシスタント、準職員という形で補って、全体では5178人も増やしてスタートしているんですね。じゃあ今どうなのかと。職員数の全体、正職員と有期雇用契約職員がそれぞれ何人いるのか。で、この間ね、有期労働者の無期化をね、頑張って測ってきたと思うんですけれども、それはどの程度か、そして頑張って測ってきたんだけど、それに対して雇い止めもやっていると、どのようになっているか教えてください。新妻理事長。当局の定員につきましては、平成20年7月の閣議決定の基本計画によりまして、必要人員数が定められております。平成29年度における日本年金機構の定員数は正規職員で18,880人、有期雇用職員等で11,179人となっております。当機構では平成23年度以降、有期雇用職員のうち希望する方について正規職員に応募できる制度を実施をいたしております。平成26年度からまた平成26年度からは無期雇用職員への転換試験制度を導入をいたしまして、先行して実施をしてきているところでございます。平成29年度におきましては53人を正規職員として登用いたしまして、628人を無期転換する予定といたしております。
また平成29年度末で契約期限上限となる有期雇用職員のうち正規職員への登用や無期雇用職員への転換が決まっていない方の予定者数は1113人でございます。この内訳は無期転換試験の年齢上の応募資格を有しない60歳未満を資格としておりますので有しない方が258人、無期転換試験を受験せずに無期転換を希望しなかった方が174人、無期転換試験を受験されましたが残念ながら採用に至らなかった方が268人、受給資格期間の短縮にかかる業務の終了により退職となる方が413人ということでございます。無期転換職員につきましては平成30年度29年度から年金相談職員という制度も設けまして昇給制度を設けることといたしました。また平成30年度から賞与の支給を検討し処遇の改善を図っていくこととしております。引き続き正規登用無期雇用への転換を進めてまいりますとともに無期転換職員や有期雇用職員の役割を明確化し組織の活性化を図ってまいる所存でございます。高橋千鶴子君。はい、有期の方もね本当に誇りを持って仕事をして頑張って無期化が図られてきた。だけどそれを上回るくらいの雇い止めもやっていると。そういう中でね本当に経験が継続されていくのかということをやっぱり言わなければならないと思うんですね。で最後に大臣に伺いたいんですけれども国家公務員法第38条の欠格条項これで見てもね懲戒免職の処分を受けて2年間は官職に就く能力を要しないと。つまり逆を言えば2年後はね 採用することもできるわけですよね。でも社保長を分限免職された方は、当時525人でしたけれども7年も超過しているんです。その経験ある人を採用することだって条件が合えばできるんじゃないかとそういうことを、ね、考えていただきたい。この方たちの中で本当に、ね、今も街角年金相談などで自分たち のこれまで培った経験を生かして本当に役に立って頑張っている。やっぱり年金の仕事は好きだと言って頑張っている人がいるんです。そういうことを、ね、ぜひ考えていただきたい。国家公務員法 に照らしても7年はあまりにも長いといかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。まず日本年金機構では平成27年7月閣議決定の日本年金機構の当面の業務員に関する基本計画において求められている公的年金業務を生活かつ効率的に遂行し法令等の規律を遵守し改革意欲と能力を持つ者を公平公正に選考によって採用するということで対応されているというふうに承知をしております。その上で今委員からのお話がありましたが厚生労働省においては機構の業務運営のための体制整備これを目的としてですね新たに採用するということは今考えを持っておりません。高橋静子君。ちょっと極めて残念な答弁ですよね。さっき大臣がちらっとおっしゃったようにやっぱり専門性がね大事なんだと。で外部委託だって私も再委託絶対ダメだって言ってきたけれどもそれでもね絶対ダメな分野とそうじゃない分野をねやっぱり見直そうと。外部委託じゃなくて本当に人生40年かけた年金情報大事なんだからそこはねもう内部でやっていこうってそういう議論今始まってるわけでしょ。そういう時にね全く採用する気はありませんってのではなくて必要な人材をきちっと確保することこそがねやっぱり安心の年金制度につながっていくんだということをね重ねて指摘をして今日ねこれまた次言うと時間が来ちゃうのでこれ一言指摘をしてぜひね満島理事長 も含めてねこの基本計画の見直しっていうことをねやっぱ思い切って今やらなければ同じことが繰り返されると思いますのでよろしくお願いいたします。終わります。